ようございます。じゅんです。ほのみです。はい、なんとですね、皆さんの大好きな皆さんの大好きなガーミンさんから S60 の上位版 S62 が出ました。じゃん、今日私はつけてます。パワーアップ機能がいくつか追加されたということなので、ラウンドしながら一緒に発見していきたいと思います。それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。ほのちゃん、はい、前回の S60 に比べて画面がちょっと大きくなってます。へえ、見やすいですね。見やすくなってます。はい、マップ上の各ハザードを表示していて、各ハザードまでの距離が一目で分かるようになっています。こんな風にこの矢印をポチポチポチって押すと、このバンカー奥まで何ヤードとか出てくるので、まあ、コース戦略にも役立ちそうですね。はい、なんかこういうのつけたことないんですけど、これ距離計とは違ってすぐパッて距離も見えるし、コースの全部が見えるから、どっちにドッグレッグしてるとかもすぐ分かるし、なるほど。でバンカーまでの距離とかも教えてくれるから、すごく便利です。これ色もね、カラーですごい見やすいですね。見やすい、うんうん。ではこれからティーショット打っていきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。おー、ナイスショー。おー、いいですね。ナイスアウト。この S62 は風向きと風速が見ることができます。こう押して、この中にですね、風向、風速っていうのがあって、ピンがあっちなので風がこういう風に吹いてます。1メートル吹いてる。ほとんど風なしですね、今日は。はい、はい、素晴らしい機能です。右に来ましたね。もっと手前で。セーフ、セーフ。上に木があるのでピッチングで。おー、あー、木に当たった。惜しかった、惜しかった。ナイス。はい、うん、うまい。さすが、ナイスです。ちょっとだけ開くんです。ちょっとだけ、ちょっと開く。そう、そうすると止まりやすくなるんですね。これはダボにしたくないです。なあ、切れた。惜しい。強気入れました。今回の S60 には新しくバーチャルキャディっていう機能がついています。何かというと、おすすめのクラブが出てくるんですけど、過去5回以上のラウンドの結果からクラブをおすすめしてくれます。今回のデータはお借りしてるデータなので、私のおすすめクラブではないんですけども、ここを押すとこういう風に何パターンかこう出てくるんですけど、例えば、パー5なんですけど、ドライバーを1打目から持つんじゃなくて、5番ウッドを最初に打って7番アイアン、7番アイアンという風に打ってもボギーからダボで上がれますよという風に示してくれてます。あとはさっきもお話ししたんですけど、風向と風速が考慮されているので、それも加味した番手の選択をしてくれてます。ではバーチャルキャディです。おー、ナイスショー。ナイスショー。右方向全然届いてないです。だよね、はい、全然大丈夫だと思ったけど、一応言ってみただけ。あ、手が滑る。ナイスショー。ナイスショー。めっちゃ引っかかるんだけど、まあ、いいか、うん、大丈夫大丈夫。残りは247ヤードです。はい、ナイスショー。3番ウッド。これめっちゃ綺麗ですね。ほら、
色がね、カラーでね、うん、どんどん減ってく。あ、歩いてるか。あとここから大体140ヤード、残り140ヤードで6番アイアンという風に出てるんですけど、ここを押すとここから2打で上がる方法もこのように教えてくれます。まあ、6番アイアンが苦手だなと思う人は7番アイアンで刻んでウェッジで乗せるっていう方法もアドバイスしてくれます。ナイスショー、乗ったナイスオンです。これ防水だから。あ、そうなんですね。雨の日でも安心に使えるみたいです。ナイスオン、完璧、イエーイ。この通りですね。76ヤード書いてあるぴったりです。すごい、これうまい、ナイスです。パーチャンス、私はこう来たんだよ。あんまりライン分かんないですよね、ここ。変な、こう来たんじゃん、私からこう見えるんだけど。もうナイスパー、ナイスパーです、ナイスパーです、パーです。ナイスバーディー、いいですね。で、これピンポジここですね。じゃじゃん、ピンは奥なんでここに設置してピンポジね。こっちか。高低差はタッチするとこれが、うん、これが普通の距離、うん、でポチッと押すと高低差の打ち下ろしが出て、そのままの距離が132ヤードですね。今回の S62 は電池がなんと最大20時間というふうに、バッテリーがめっちゃ長持ちするようになりました。やばいですね。やっぱね、何回も充電してやらないといけなくなっちゃうことあるじゃないですか、はい、みんななんか、あ、電池なくなってたとか、うん、けどそんな心配はありません。あと GPS を使わなければ1週間から2週間電池が持つみたいです。すごい。じゃあいきます。よいしょ、ちょっと右です。ちょっとね、ナイスショー。バックスピンをしております。バックスピンしてる。まだまだ200ヤードあります。おー、ナイスショー。右だ、風上げてます。クラブ選択を今は3番ウッド打ったので、この3ウッドをポチッと。なるほど。おお、これ登録できるんですね。そうです、便利。え、こぼれちゃった。やっぱ大きかったね。転がる、めっちゃ転がる、上りなのに。うまい、あれ、うまいけど、あ、もうちょいだったね。いや、めっちゃうまい。前回ちょっと失敗。上げるのうまいですね。そうなのよ。めっちゃ強気。ナイス、ナイス、おー、イエーイ、ナイスパー。やった、これのおかげかもしれない。
伸びろ。わあ。オッケーです。取り。はい、ほのちゃん、はい、ラウンドが終わったので振り返りしていきたいと思います。スマートフォンにデータが映るのでそれを確認していきたいと思います。まずスコアがこんな風に出ます。じゃん。ホールごとに確認ができるので確認していきたいと思います。見て、やばい。こんな風にどこに打っていったか、どっから打っていったかっていうのが見えます。めっちゃいいですね。これすごくない？全部右行ったり左行ったり林行ったりっていうのまで見れます。次のラウンドとかにも活かせそう。活かせる活かせる。試合の連覧とかめっちゃいいですね。練習ラウンドとか。そうだね、この時こっち行っちゃったねとかね。ここまで何ヤードとか。あー、分かるもんね、これだとね。ヤーテージブックに書くじゃないですか。うん。これだったら寝ながら見れるし。あ、光ってるからね、うん。ヤーテージブック暗いと見れないしね。めっちゃいい。めっちゃいいね。めっちゃいい。あと新しい機能としては、なんと心拍数がこの腕で測れます。私はちょっとなんか見られてると思ったらドキドキしてる。上がった。上がってる。あーほら上がんないね。平気だね。心拍数が上がりすぎたら通知とかもできるみたいです。すごい、すごい。健康にも役立ちます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ほのちゃん、 S62 使ってみてどうでしたか？え、なんかこれつけてる感じしなくて軽くて、うん、めっちゃ便利だなって思いました。でいちいちこう距離も測りに行かなくてもいいし、なんかどこに打ったらいいとか、こうパッて見てコースが全部わかるから、めっちゃ便利だなと思いました、ね。今回ね、風も読めたりとか、ゴルフに必要なこう情報っていうのが一目で分かるから、すごいスコアアップにもつながりそうだなって思いました。うん、雨の日でもね、大丈夫ですし。防水だからね。いろいろもう機能がパワーアップして、パワーアップしすぎて。うん、びっくり。びっくり。普通に欲しい。欲しい。ね。まあ、大好評のガーミンさんですから、リンゴルフの動画の中では。皆さんもぜひ S62 新しいやつチェックしてみてください。皆さんご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。